吉村正弘、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村正弘です。今日はですね、ウェブの基本的な考え方ということについてお話をさせていただこうというふうに思います。まあ、ウェブ、まあ、ホームページっていうふうに理解していただいてもいいかもしれません。でね、ウェブはね、発信者と受信者がいるわけですよ。で、私たち売り手は発信者になって、そして買い手が受信者になるんですけども、この情報コンテンツっていうことについて、こう、やり取りをしているわけですね。で、発信者は視聴者に対して伝えたい情報を発信するっていう手段として使ってるわけですよね。で、視聴者は何かっていうと、価値ある情報を受信するための手段として使ってるわけですよ。まあ皆さんもね、そうですよね。例えばいろんなところでインターネットで検索したりとかね。まあそういうのも価値ある情報を受信する、まあ得る手段として使ってるわけですよ。このやり取りをしてるわけですよ。で、ところが得てしてこれがイコールノットになるわけですよ。要は売り手が自分の伝えたい情報っていうのをこう発信するんだけども、買い手とか、まあ見る人ですね。見る人からしたら価値ある情報って思えないっていうことが往々にしてあるわけですよ。で、これをいかにイコールに近づけていくかっていうのが非常に大事になってくるわけです。で、ウェブの大前提なんですけどね。ウェブの大前提はですから、視聴者にとって価値ある情報を発信する空間、手段である。これをですね、まず大前提として頭に入れといていただく必要があるわけです。じゃあ、その見る人の行動心理ってどういう風になるかっていう話なんですけどね。これはね、ファネル、まあ、ロートとか上語ですね。これを英語にするとファネルって言い方するんですけども、まず、前回もやりましたよね。認知、注意があって、そして興味、関心を得て、そして比較検討して決定するよと。そして行動に移すということですから、例えばインターネットで言って100人アクセスして、ここの行動に移すまでだいたい1人とかね、2人とかっていう風な感じになるわけですよ。まあ、ものによって、パーセンテージは違ってきますけどね。で、そして買った人を今度は関係強化、これがリピート化っていう風になってくるわけですよ。で、これをまず頭の中に入れておく必要があります。だんだん認知からこの行動に移すまでが人が減っていくよってことですね。で、そしてあとは貯めていくよって、こういう考え方なんですよ。ということでいきましたら、ウェブの運営者の施策としては何が大事かっていう話なんですけどね。まず、アクセスがあって閲覧して、コンバージョン、要は行動に移す。例えば、買い物に、カゴに入れるとか、お問い合わせ。これをコンバージョンっていうふうに言うわけですよ。そして、リピートっていうのがあるんですけどね。まあ、ウェブで言うとこんだけあるんですよ。いろいろとありますけど、一個一個お話しますとね。まず、アクセスですよ。アクセスで行きましたら、例えば、自然検索。これはまあ、後ほどお話しますけども、Google で検索したときに、引っかかって、そして、うちに、のサイトに誘導するってやつね。あとはお金を出して誘導するのがネット広告。あとは SNS を使って、例えば来てもらうとか、あとは SNS 広告とかありますし、あとはアフィリエイトっていうのもあるわけですね。お金を払って、そして、成果報酬でお金を払ってうちのサイトに誘導するとか、あとは直接流入ですね。これはまあ例えば名刺だったりとか、商品に、なんか貼ってあるシールだったりとかね、メルマガだったり、こういうのでアクセスがあるわけですよ。で、これが入り口ですよね。で、その次に閲覧です。閲覧で行きましたら EC サイトはネットショップで言いましたら、例えば商品ページとか商品一覧とかね、店舗概要とか見るわけですよね。で、会社のホームページだったらサービス説明とか会社説明とか情報をね、いろいろとコンテンツっていう風に中身を表すんですけど、これを閲覧してくれるって話ですね。これがだから中身って話なんですよ。で、その次に今度は、コンバージョン、要はゴールですね。ホームページのゴールで行きましたら、購入してもらうとか、問い合わせしてもらうとか、会員登録してもらうとかね。まあ、そういうことになるわけですよ。ネットショップの場合はね。で、会社のホームページになると、問い合わせとか、資料請求とか、ダウンロードとかっていう風になります。これが出口ということになります。で、リピートですね。リピートで言いましたら、例えば、まあ、お試しセット、同梱物、メルマガ、レビュー、メール、冊子、レポート、セミナー、電話ってこういうふうにあるんですけども、リピート対策としては。これがだから再入り口ということになるわけですよ。この基本構造を知った上で、ウェブ閲覧者の心理って何だろうなっていうふうにこう考えていくっていうのが大事になってくるわけですよ。まあ、例えば皆さんも経験あると思います。
何か悩みとか困りこととか知りたいとかっていうことになって検索を使いますよね。検索エンジンを使って、そして、まあそこでこういろいろと示されたホームページを訪れるわけですよ。で、ところが訪れた時に、ここじゃねえわっていうことって多くないですか？ね、知りたい情報があると思ってきたんだけど、ここじゃないわ。この時にすぐ帰っちゃう。これを直帰と言います。僕たちはこの直帰率みたいなのも測ったりしてるんですけどね。で、あ、ここならわかるかもって思って、こう行くんだけれども、なかなか目的の情報にたどり着かないホームページって多くないですか？なんか迷路みたいになってるみたいなね。どこなんだと。これの場合もう離脱っていう風にして、こう離れていっちゃうわけですね。で、あ、ようやくここに目的の情報があったわと思って読み進めるんだけれども、なんか引っかかる部分があると思って離れたりってありませんか？例えばネットショップで行きましても、ようやく買う直前でなんかちょっと引っかかる部分があるから最終的には購入しなかったみたいなことって多くないですか？購入ボタンを押さなかったっていうのがあると思うんですよ。これも最後離脱っていう風になるわけですよ。で、ようやく納得して、そしてクリックするのが何かって言ったら、例えばネットショップだったら購入ボタンだし、B2B サイトだったらお問い合わせとか資料請求とかになるわけですよね。で、これ、直帰離脱離脱。これが非常にですね、だから無駄なわけですよ。無駄というか、まあ私たち運営者からしたら非常に残念なわけですよね。ということで、一番最初に何をすべきかっていう話なんですけど、私は太りが大事だっていうふうに言ってます。負を取る。どういうことかって言いますと、人々っていうのは必ず負っていうのを抱くわけです。心の中に。ホームページとかね、例えばネットショップにしてもこう、ご自身のことを考えていただくと、こう、心の中でいろいろとつぶやいてるわけですよ。声に出さなくても、声に出す人もいるかもしれないけど、その時に負というものが存在したら、急に行動に移す手前の急ブレーキをかけることになるんですね。はい、どんな負があるかって言いましたら、いろいろとありますよ。不安、不信、不明、不満、不快、不便、不自由、不都合、不可能、不適、不足、不備っていろいろとあるわけですよ。一個一個お話しますとね。例えば不安。本当にこれ大丈夫なのってやつですね。それから不信。なんか書いてあるけど本当ってやつですね。で、あとは例えば不明。これがね、多いんですよ。わからないってやつですね。なんかね、わからんと。あとはね、不満。なんでってやつね。あとはね、不快。なんか、なんかちょっと感じが悪いね、みたいなね。あとは不便。面倒ってのもありますね。あとは不自由。もっと何々だったらいいのにとかね。あとね、不都合ってのもあるんですよ。だって何々なんだし、みたいなね。あと不可能。どうせこれには無理でしょってやつね。あとは、例えば、不適。私にはちょっと合わないかもね、とか。不足。もうちょっとこれがあればいいのにな、とか。もう最後なんかね、不備なんかありえないってやつですよね。もうこんなのありえない。そういうのになると、お客さんが持つ負っていうのがあります。で、これをお客さんが抱くであろう負っていうのを具体的にバーッと書いていくわけですよ。お客さんがね、抱くであろう負っていうの。で、それを私たちは除去する方法として、どのように除去できるかな。それは、例えば物理的に除去するやり方もあるわけですよ。サービスのやり方を変えるとか、そういうのもあるし、商品を改善するっていうのもあるんだけども、ホームページ上で除去できる方法って結構あったりするんですよね。だからこれを、まず負を書き出して、負を除去するってことが大事になってきます。で、先ほどのパネル、あるんですけど、よくやりがちなのがね、何かっていうとね、まあ、例えばこれで一定以上ちゃんと成果を上げてらっしゃる方は別に広告打っても構わないと思うんですけども、特に初心者の方は、ここ先にやると僕はダメだよって言ってます。なぜかというと、はい、100人来て1人とか、もしくは 0.5 人とか、そういう場合っていうのは、要はここでいっぱい漏れてるわけですよ。で、漏れてるってことは何かっていうと、僕は穴の開いたバケツに上から水入れてるのと一緒だよと。だからまずは穴を塞ぎましょうってことなんですね。これが先ほどの太りになるわけです。で、そしてあとは選ばれる理由ってのを、この認知から興味関心比較検討決定するまでの選ばれる理由ってな、これをちゃんと、積み重ねていくっていうかね、ちゃんとアピールしていきましょうってことで、これは以前もずっとお話をしております。なのでね、過去の動画をこちらの説明欄クリックしていただくと、ちゃんと出ておりますので、そちらから見ていただければというふうに思うんですけども、要は負を取って選ばれる理由を作る。
そして最後行動してくれた人をファン化させるってことね、リピート化させるって、これが大事になってくるっていうことになるわけですよね。はい、ということで本日のまとめです。ウェブっていうのは視聴者にとって価値ある情報を発信する空間手段ですよと。だから独りよがりなものとかそういうのを書いてたら、これは価値ある情報っていうふうに見られないっていうことになるわけですよ。で、ウェブっていうのは入り口、中身、出口、そして再入り口で考えるっていうことですね。で、広告を考える前に中身を整えましょうっていうことで、そのために大事なことは何かっていうと、はい、太りが大事ですよっていうことになるわけです。はい。これがウェブに対する基本的な考え方です。ということで、次回はですね、ウェブも、B2C、ネットショップとそれから B2B ですね。要は企業間取引によって、このウェブの戦術っていうのが異なってきますから、次回は B2B のウェブ戦術についてお話をしようというふうに思っております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。